リュウさんとご飯食べるの楽しいな。お、もう緊張しなくなったか。はい、さすがにもう大丈夫です。でもこうして二人でご飯食べてるとなんかデートみたいですよね。ん？違うのか。俺は小雪とデートしてるつもりだったんだが。これってデートなんですか。だってデートって恋人同士のそういう。大丈夫か。すごい慌てぶりだな。そりゃそうですよ。もうせっかく緊張しなくなったのにまた緊張してきちゃった。でもその店長とキャストがデートって業界的にルール違反じゃないですか。もし仮にルール違反だとしても構いはしないさ。俺はそんなルールよりも自分の気持ちに従って生きていきたい。キリュウさん、そうですね。恋愛禁止で諦めるような恋愛は恋愛とは言わないのかもしれません。ルールがどうあれキリュウさんと今日ここに来れて私嬉しいです。小雪もそう思ってくれるのか。はい、キリュウさんも同じ気持ちですか。ああ、もちろんだ。ずっと来たいと思っていたんだ。キリュウさん、そんなに私のことを。本当に楽しみだな、寿司。嘘つかい。しかし大した慌てっぷりだったな。小雪はあまりデートはしたことがないのか。そのなんていうか。どうしたんだ、何か言えないことでもあるのか。キリュウさん笑わないでくださいね。実は私今までその男の人と付き合ったこととかなくて、デートとかそういう恋愛の経験が全然ないんですよ。そうなのか。ちょっと意外だな。ですよね。やっぱり21にもなって恋愛経験ないのっておかしいですよね。俺が経験を積ませてやろうか。え、キリュウさん、それってどういう。小雪も大人なら分かった。え、まさか。でも、キリュウさんとなら。冗談だ。もうキリュウさん、ウブな乙女をからかわないでくださいよ。そのちょっと本気にしちゃったじゃないですか。すまんすまん。だが小雪はまだ若いんだ。経験が少ないなんてこと気にする必要はねえさ。お前ならこれからいくらでも素敵な出会いに巡り会えると思うぜ。キリュウさん、ありがとうございます。なら気楽に王子様を待とうかな。しかし恋愛経験か。小雪は可愛いしもっとモテると思っていたな。全然ですよ。中高と女子高で大学も女子大ですから、出会いがそもそもあまりないんです。でも女子高でも彼氏いる子はいたからな。ほう、そうなのか。はい、だからやっぱり私のせいな気がします。やっぱりセクシーさが足りないからかな。セクシーさ。はい、私童顔だしスタイルも別に良くないし、セクシーな魅力ってほぼゼロじゃないですか。私
それが結構コンプレックスなんですよね。男性は基本的にセクシーなスタイルのいい女性の方が好きですよね。いや、そんなことはない。俺は人間大事なのは中身だと思うぜ。スタイルがどうだろうが、薄っぺらい人間と付き合う気にはなれないな。スタイルを気にするやつも中にはいるかもしれんが、そんなやつは相手にしなければいいさ。桐生さん、本当ですか？模範的な回答すぎて逆に怪しいですよ。俺は本気だ。だから小雪にはすげえ魅力を感じてるぜ。お世辞でも嬉しいです。ありがとうございます。私も桐生さんにはそこはかとない魅力を感じていますよ。ありがとうな。まあコンプレックスなんて自分が気にしているほど他人は気にしてねえもんさ。小雪は十分魅力があるんだ。堂々としてりゃいい。そうですね。桐生さんの発言には重みがありますね。恋愛マスターって感じです。ふん、そうでもないさ。でも実際どうなんですか？いろいろな恋愛をされてきたかと思うんですけど、よかったら桐生さんの恋愛について少し話を聞かせてほしいな、なんて。今も俺は恋愛中だぜ。そうなんですか？その誰かと付き合ってるとか？付き合ってはいないが、気になる女性はいるかな。そうなんだ。それって誰ですか？私の知ってる人。さあどうだろうな。もしかしたら小雪かもしれねえぜ。桐生さんったらもうからかわないでくださいよ。からかってるつもりはないぜ。現にこうやってデートしてるしな。もう桐生さんって口説き上手なんですね。その手には乗りませんよーだ。それで困ったことってのは何なんだ？男の人にこういう相談をするのも恥ずかしい話なんですけど、今朝起きたらベランダに干してたはずのパンツが消えてたんですよ。パンツってまさか盗まれたのか？多分そうだと思います。昨晩は風とか吹いてなかったですし、3階だったんで大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱり部屋の中に干さないとダメですね。はぁ、桐生さん、こういう時ってどうしたらいいんですかね。安心しろ、俺が犯人を探してやる。本当ですか？ありがとうございます。さすが桐生さん、頼もしいです。でも
どうやって探すんですか？私昨晩はぐっすりだったので何も覚えてないですし。そうなのか。どうするか。小雪のパンツの特徴を聞くわけにもいかねえしな。え？桐生さん何か勘違いしてませんか？ん？勘違いだと？あれ？私自分のパンツって言いましたっけ？亡くなったのは私のおばあちゃんのですよ。なんだと？昨日うちに泊まりに来てたんですよ。だから普段より洗濯物増えて外に干すしかなくなったんです。なるほどな。あれ桐生さんなんか元気なくなりました？いやそんなことはないぞ。どちらにしろ犯人は見つけないとな。ありがとうございます。だが普段小雪が一人暮らしなら小雪のものだと間違われた可能性があるな。そんな、私のパンツなんて盗む価値ないですよ。俺が守ってやる。え？この世の中は小雪が思ってる以上に危険が溢れている。小雪は魅力的な女だ。どんな輩が狙っているかわからない。だからもっと自覚を持たないとダメだ。それでも危なくなった時は俺が守ってやる。桐生さんありがとうございます。魅力的なんて言ってくれて嬉しいな。桐生さんに守ってもらえるなんて。私絶対に守ってやる。お前のパンツをな。え？パンツの方ですか？そうだ桐生さん、もう一つご相談があるんですけど。今度はなんだ？ブラジャーでも盗まれたのか？もう違いますよ桐生さんのスケベ、エッチ、スケッチ、ワンタッチ。小雪、お前古いな。もうすぐユキさんの誕生日らしいので何かプレゼントしたいなって考えてるんです。ほう、いいじゃねえかでも何あげようか迷ってて。何かいいプレゼントないですかね？ユキへのプレゼントか。そうだな。フォー社員のみんなに協力してもらって寄せ書きを送ったらどうだ？寄せ書きですか。なるほど、それいいですね。さすが桐生さん、プライスです。ああ、ユキのことだ。号泣間違いなしだな。そうですね。涙で濡れたユキさんのご尊が。ああ、楽しみだな。写真に撮らないと。ふん、ほどほどにしておけよ。ふひひひひひ。しかし、小雪はユキのことが本当に好きなんだな。はい、大好きです。でもそれと同じくらい、今はフォーシャインのことが大好きです。お客さんを大事にしてキャストみんなで一丸となって頑張れる、それってすごく素敵なことですよね。ずっとフォーシャインが続けばいいのにな。ずっとこの時間が続けばいいのになって思います。そうか、そう言ってもらえると天長冥利に尽きるな。桐生さんのおかげです。桐生さんがいなかったらきっとフォーシャインは神崎さんに潰されてました。桐生さんがいるとみんな笑顔になる。店長としてだけでなく人として素敵な人だなと思います。小雪、そのユキさんと同じくらい桐生さんも私にとって大切な人です。俺も同じ気持ちだぜ。
小雪。え、桐生さんも？ああ、俺にとっても小雪はかけがえのない大切な存在だ。それはそのキャストとして、それとも一人の女性として、さあどっちだろうな。だが確かなのは、それくらいお前は魅力的で、俺にとって大事なやつだってことだ。だからこれからもよろしく頼むぜ。はい、もちろんです。ずっとずっと桐生さんのそばにいさせてください。私今まで以上に頑張りますから。ああ、楽しみにしている。もう、はい、お願いします。いや、はい、
いや。はい。いや。はい。おい。はい。ああ。おい。はい。もう。ああ。
いや。もう